それでは早速続いてのコーナーに移ります。続いてはソロコーナーでーす。ソロの方どうぞ。はーい、頑張れ、頑張れ、頑張ります。パパありがとうございます。一旦ちょっと飲み物を飲ませていただきます。いやでも本当にあのツアーファイナルあっという間だったんですが、皆さん声が出せなくても楽しんでますか？ありがとうございます。さあ、福岡に引き続き、ここ東京のファイナルでも、ソロをいただいたんですが、こういろいろ自分も考えることがあって、こう10周年を記念するこのツアーのファイナル立川でソロで立つ意味、なんかこうそこをずっと僕はあの考えていたんですけど、あの好きな曲の今からやる曲は一つね、あの好きな曲の一つでもあるんですが、今まではずっと聴くだけであの満足してたんですけど、こうどうしても自分の気持ちで歌ってみたいなということで、ここのファイナル10周年を記念するツアーファイナルでソロのステージでやらせていただこうと決めました。あのぜひすごくいいあの歌なんで、あのもし帰ってみたらあの本家の音源の方も皆さんぜひ聴いていただきたいなと、もしできたら歌詞カードを読みながらとか見ていた、あの聞いていただくとその分気持ちが届くんじゃないかなと思っております。それではこの曲を聴いてください。探してた未来の向こうへ、何度でも繰り返しの日
めちゃくちゃ良かった気がするんだけど、すごいじゃん。いやーもうね、イベントしてみんな ねもうでも本当に逃げるとはめちゃくちゃ練習してたから、ね、頑張ってたもんね。なんかすごい裏で鳥肌立ちまくって出だしから完璧だったじゃん。見てましたね、来た時にもっと褒めてやるよ。あの会見してた時、来た時は褒めたわけない。なんでですか裏で聞いとけってでもね、今回のね、オープニングのね、はい、あれがあるんですよ。すごい切り返しすごい切り返したちゃんとね、成功しないから。全然全然、ね、あのオープニングの方で急にラップゲーターのやつもすごいさ全然ラップがあったと思うんですけど、作詞を今回させていただきました、ね、そう、みんなでね、作ったスワットホームの今日、ツアーなんですけれども、はい、今日はじゃあせっかくやからゲルタンの話をゲルタンをかな。ゲルタンはまあ書きやすくてあーなんかむしろさ、あの尺じゃ足りなそうだよねゲルタンね。確かに、なんかもっとスイーツの話で、そう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 、いやなんかお客さんがテンション差で風邪ひいたらマジ勝ちだったって。あと独自のキスグーってところ、そう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 、可愛いところもいっぱいある。そう、可愛いさも出しつつ、でもウゴーの詞、僕デモ撮ったんですよ。ウロコにも書いたんですけど、うん、デモ歌詞書いたので自分でこういう風に当ててくださいってことで一人ずつパート撮らせてもらったんですけど、もうね、あのウゴーのシューっていういつものね、あのウゴーのシューのフレーズを書いてるんですけど、はいはいはい、もうね、あれマジね、ゲルタに勝てないんですよ、本当に。え、逆に？あー、なるほどね。いやもうね、一番かっこよく言えるゲルタ。あ、こっちですよ。そう、一番かっこよく言えるって言ったら、なんかブーンってきた。風邪ひきそうですよ、本当に。どうでしたか、ゲルタの曲。もう、緊張しかしなくて死ぬほど手震えてて、両手で初めてマイクこう握ったわ。かわいい、これちゃんとかわいい。それはおかずクラブだった。おかずクラブさんになっちゃうからちょっと好きなんです。ゲルタン、はい、めちゃくちゃ良かった。今日が一番良かった、すごいじゃん、本番にこんなのも出て。本当にあのはい、でもあのマジでこう聞いてくれる人にこう届けばいいなと思ってめちゃくちゃ、ね、あの やらせてもらったので、なんか少しでもこう気持ちが届けばいいなと思いました。あー、ゲルタン来ました。すごい晴れ晴れしてもらいました。解放されたもう1曲目から晴れ晴れしてましたよ。はい、大ゲルさん2部開演でございます。はい、特製ようこそ。ようこ